この問題はある意味ではね助動詞のお話なんですよ。あのと言われて会って気付けたかどうかがポイントでしょうね。It is essential that。まこれ形式主語構文になっています。It が指すものが that 論の中身なんですよ。はい。It の指すものが that 論以下ということになります。そして形容詞のところのこの essential っていうのがポイントですね。あの必要性とかね。えー まあ重要性とか、まあ、いわゆる「評価」を表すものって言ったらいいのかな重要性とか評価を表す形容詞が来ている時ってちょっと注意しないといけないことがあるんですよ。それは何かというとこの時って実は「ざっと説の中に「シュッ」が入るんですよ。 つまり今回だったらザッとアチャイルドここ主語ですよねで選択肢どれを見てもここには動詞が入ります、えー、ここには動詞が入りますでこの場ここは love っていうのはもうこれ義分の目的語としてしか使われてないですからまあ受動体ですけどね、えー、love で to grow healthy、まあ、健康的に育つためにぐらいの感じですかねとなってきた時にあのここ動詞ですねでこれの ここの部分にシュッドが入るんだよっていうことがこの it is essential というこの形容詞を見た瞬間に分かっておかないといけないんですよ。で、もう一つ押さえておかないといけないポイントはこれ本当はここにシュッドが入るんですよ。ただしない場合もあります。だからッコしているんですがただ仮にシュッドがなかったとしても この should の後ろにあるはずの動詞ってのは必ず原型でなければいけない。このルールが働いているので、今回の選択肢の中では B 疑問しか答えにならないということになるわけです。まあそれはそもそもここに should が入っているんだよと。なんだけどそれが見えなくなっているだけで、あくまでこの should の力があるからここは動詞の原型になるんだ。 必要性とか重要性まあ先ほど私は評価という言い方をしましたがそれを表すものが来ていてなおかつここに形式主語公文ですねになっている時っていうのははい助動詞のシュがあるものとしてあるものとしてここの動詞は原型にしてあげなければいけない。 こここにはですねあのこういうあの必要重要を表す形容詞ということでエッセンシャルインペラティブインポータントネセサリーなどなどが挙げられていますが、まあ、これらの形容詞が来ていてなおかつ形式主語的なものが来ている時っていうのはあこれ助動詞シュッドがあるものとして捉えるんだなということをしっかりと頭に入れておいてください。